こんにちは、札幌占い美容師さん山口の後藤です。今回は美容師さんの裏の顔について話したいと思います。美容師さんの方がお客様を掛け持ちしてたとしましょう。 A というお客様、美人で可愛くて、若い、そんな美容師さんとワイワイこう会話を弾ませながら笑いながら接客してたとしますよね。で次に、その B さんのお客さんの行った時に全く会話がせず、さっきのテンションとは全然違う。じゃあ B さんどう思うかというと、あちらの若いね、美人なお客さんとワイワイ話していたのに関わらず私とは全然話してくれないし、なんかいまいちテンションが上がっていないみたいな、まあそういう経験をねあるお客さんもいるかもしれません。2通りあるんですね。で、あの美容師さんのですね、これあくまでも美容師さんの性格だったり美容師さんのタイプによって、かなり変わりますので、これが一概にはちょっとあの言えない内容なんですけれども、例えば本当に美容師さんが、タイプだと思って、それでですね、あの盛り上がって接客しているという場合が1、2番目は、お客様の波長に合わせて美容師さんが無理をしてテンションを上げて話しているという場合が2です。で結構多いのが実は1じゃなくて2の方が結構、多い場合があります。これどういうことかというと、一般的に、可愛いというお客様を担当するときに、美容師さんは意外とですね、その1日のスケジュールの中で、時間をこう管理してるわけですね。一番美容師さんが困っちゃうっていうのは、そのお客様の予約がこうずれ込んでしまうっていうことなんですよ。実は盛り上がってそうに見えても心の裏ではですね、そういう感じではなく、無理にやりテンションを上げて、そのお客様の波長に合わせてですね、結構気を使っている場合もあるわけですよ。なのでいつも定期的に来てくれるお客様で私とはあまり話してくれないとか、他の人とはすごくワイワイしてるのになんかいまいち乗ってないよねっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそれはですね、あの美容師さんが気を許していたり気を使っていない可能性もあります。ということはどういうことかというと、美容師さんにとってはすごく担当しやすいお客様という可能性もあります。これ一概に言えません。例えばこれ逆にですね、こう例えるとするとですよ、女性の場合ですが、自宅の旦那さんとは空気のような存在で全く会話もこう弾まずですね、そんなに笑うこともなく、していたとしましょう。ただその空間っていうのは全く気を使っていないですよね。もう一点が、じゃあ旦那さんは置いといて、職場のね若いイケメンのですね、イケメン男性と例えばご飯に行ったとしましょう。気持ち的にはちょっとドキドキしたりとかするかもしれませんが、それが毎日続いちゃうと結構疲れる場合もあると思うんですよ、気を使ってね。そうするとまあ結局ですね、気を使わない旦那さんの方がエネルギーを消費しないわけですよ。はい、まあドキドキ感はないかもしれないですけどね、まあ、ちょっとね、あの例え違うかもしれないですけど、話さないからといって、そのお客様に対して手抜きをしたりとかですね、適当にやっているとかではなくて、逆に話さないお客様こそ美容師さんが気を許して、結構その美容師さんとしてはやりやすい空間ということもあるんですね。ただ一概に話されなかったっていうのは悪いわけではないと思うんですよ。本当に気を許してくれてるって場合もあるんですよ。例えば年齢もね、例えば私は若くないからとか、おばさんだから、とかね、逆にですね、美容師さんにとってはおばさまの方が話しやすかったりすることもあるし、いろいろ勉強になることもあるので、若い人がいいというわけでもないわけですね、実際のこと言うと。で、一番ちょっと美容師さんが困るのってどういう方なのかっていうと、まあそれも一概に言えませんが、例えばすごく細かい手術に対して細かい人とか、ちょっと意識が高すぎたりとか、
あとは神経質な人とかですね、そういう場合っていうのはすごく勉強にはなるんですけれども、美容師さんではしては時間を1日で管理してますから、1日びっちり予約がこう入ってますからね、そこでやっぱり時間を取られる行為っていうのがすごく嫌うんですね、美容師さんっていうのは。なのでそこで時間がかかりすぎてしまうと、どうしてもそのどんなに美人でどんなに可愛くても美容師さんにしてみたらですね、かなりストレスの場合もあります。はい、そういう場合もですよ、まあ、人のそのもともとねイケイケの美容師さんとかね、ワイワイ系の美容師さんはまたちょっと違うかもしれないんですけど、まあ一般的にです、まあ美容師仲間と話している内容からすると一般的な考えです、これは。なので、一概にそのね話さないからダメというわけではないですね。例えば、ここはこうして、ここにカラーをこうしてとかですね、細かい指示を受けてしまうと美容師さん自分の力を出し切れない場合もあるんですよ。ダメだった時のことを考えちゃうんですね、マイナスなことを。その場合どうしようかなとかね、いろいろ考えることが多くて、なかなかその手術をスタートすることができなかったりとか、カウンセリングタイムがかなりかかってしまって、結局のところ2時間の枠を取ったところ30分カウンセリング使ってしまうと、1時間30分で、カットとあとカラーなりやっていかないようになるんですね。そうなってくると結構その美容師さんも厳しくなってくるんですよ。でこれが大型サロンだったりとか、アシスタントがたくさんいるサロンは別として、例えばワンマンのサロンとかね、あと例えば面貸しサロンとかワンツーマンのこうサロンとかだと特にそうなんですけど、やっぱりその1日の予約の時間を乱されるのがすごく嫌いだったりします。その可愛い可愛くないとか、タイプタイプじゃないっていう以前にですね、その時間枠をいかに効率よくお客さんに喜んでいただいてスムーズにこなせるかということが美容師さんの一番考えていることかたんと思いますので、逆に時間コントロールがしやすい、まあその空間的にも気を使わないお客様という方が美容師さんとしてはかなり担当したいお客様の可能性もあります。はい、ということでですね、皆さんの通ってる美容師さんは、まあ、そのようなことはないと思うんですけれども、あくまでもこれはね、都市伝説の話になりますので、皆さん信用はしないでください。皆さんチャンネル登録していただきますと、今アップしている皆さんが見れる動画の裏に同じぐらいの量のですね限定動画というのがございます。技術の限定動画だったりとか、モデルさんを担当している動画だったりとかがたくさんあるんですけれども、それは公開していません。でその動画をですね定期的に限定動画に今なってるんですけど、それから公開にしてまた一時的に限定動画にするということをしようと思っております。で、これはですねチャンネル登録して通知をオンにしていただければチャンスがあれば見れると思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。